本当に犯人を見たんですか？本当よ、嘘じゃないわ。おかしいですね。あの一帯は落雷による停電で街灯は消えていたはずなんですが。スロー、竹尾くんが寝てる間だよ。その人犯人じゃないからね。見て見て、砂川くん、山だよ。山だね。よっしゃー、おっとちょうどいい、あそこでちょっと休憩だ。お誕生日おめでとう。あれ、今日お誕生日なんだよね。9月13日。いや、まあ、これはちょっと予想してなかったから。これプレゼントな。何これ？毛布だ。お前寒がりだろう。うん、いや使うわ。ありがとう。姿かっこいい。起動。はい、メニュー。俺オレンジジュースで。あ、こっちミルクティー、アイスで。引き止められて暇な時だけ入ってるらしいね。お客さんにファン多いんだって。そいつは友達の砂川だ。ああ、砂。小田隼人。あ、姉さんと同じ大学。え、姉さん。連休帰ってくるって言ってた。あんた、竹尾に何してんのよ。何って決まってるじゃない。合ってるよ、あれが竹尾だよ、文句あっか。だってまさか、ああいうタイプとは思わなくて。俺間違えて。竹尾くんとちゃんと話して、彼がどんな男かわからないことには気が済まないですから。私はもう満足してんの。気持ちの整理もついてる。だからもうそっとしといて。ほっといてよ。お姉さんに会えて嬉しかったな。セナの父さんの時以来だな。さっきの男の人何だったんだろうね。姉さんの知り合いっぽかったな。ただいま。ところで竹尾、いつからあそこでバイトしてんの？夏からだね。彼女何も言わないの？うち大好き。ちょっと高いけど。そうか、今度一緒に行かないか。うっかり中学の時姉さんパジャマだったりしたからな。申し訳なかった。砂が絡まれてんのかと思って態度悪くて申し訳なかった。で、聞いてあげるよ。明日みんなでお茶でもしよう。さりげなく話振ってみる。いいのか姉さん。任せろ。ありがとう。それじゃあまた明日。合わせていてほしいって思ってるよ。竹尾くん。竹尾子供だな。大和さん、MM ランドは行ったことある？いや、うち竹尾くんとは行きません。どうしてだ。高いから遠慮してるのか。姉さんの知り合いとは知らず失礼いたした。ああ砂川さん、俺のこと知り合いって言ってたんだ。冷たいな。俺砂川さんが好きだって子か。姉さんに好きなやつが。砂川さんも片思いなんだけどね。何片思い。ねえねえ、 MM ランドに行きたくないのってあれ？カップルで行くと別れるっていうジンクスあるから。そうなんですよ。え、そうなの？うち本当にそれだけは絶対嫌だから。みんなで行けばいいじゃん。キラキラパレード。何？キラキラ。すっごい綺麗なんだよ。本当か。本当はすっごく竹尾くんと見たかったんだ。そうか。おじみ、うち何着てこっかな。あ、知ってる？すっごい早いやつあるんだよ。待ち合わせとかメールするんで。なんであの人に竹尾のこと話したの？喋ってないっていうか、喋ったっていうか、うっかりっていうか。今日どこを泊まろうかなと思って、ホテル昨日まで。姉さんのために来たのか。うわ、俺鮭好きなんすよ。こうテーブルにおかず並んでるのっていいっすよね。一人暮らしなんで家庭。竹尾くん、砂川さんでさ、ある時ゼミの大事な資料なくして教授キレさせちゃって、まさかの卒業させないみたいになってさ、なんでか一緒に謝ってくれて、最後には書類まで見つけてきてくれてね。あ、もういたからな。竹尾、あんたなんでサラサラインナー上から来てんの？この手の中に落ちてきてくれないんだよ。
ケオ、おはよう。姉さん、うっす。姉さん、うっす。なんだ今日の MM ランド。俺、タケオくんとヤマトさん引き離します。タケオくんと砂川さん二人きりにするんで、タケオくんに告白してください。平気。